待て待て、勝手に落ちるな。俺は呼んでないからな。勝手に俺んちに来るんじゃねえよ。ねえ聞いて、聞いてる？お前ら聞け。12月っていろいろ忙しいんだけどさ、何？というかなんで俺が名指しされんの？まあまあ、この時期忙しいのは誰も同じですから。ごめんね、でも僕が相談できそうなのってこのメンバーしか思いつかなくて。だからなんで俺、この人と接点あったっけ？まあいいですけど。相談ですか？なんでしょう、私でよければいつでも相談に乗りますよ。胡蝶さんならそう言ってくれると思った。じゃあしのぶさんだけでいいじゃん。俺あの人関係なくない？相談の内容って俺にも関係あるの？あるよ。じゃあ前置きはいいからちゃっちゃと相談内容言ってよ。善逸くん、せかしちゃダメですよ。構わないよ。あのね、僕好きな人ができた。まあ、それで告白しようと思って。すればいいんじゃない？善逸くん、あなたは恋の先輩なのだから、もっと親身に優しくね。え、先輩？俺が？まあ自慢するほどのことでもないけど、禰豆子ちゃんとは順調だよ。ということだから、じゃんじゃん聞いても大丈夫ですよ。そうなんだ、やっぱり僕の人選は間違ってなかったってことだね。それで告白の日、クリスマスなんてどうかな。恋人たちが盛り上がる日だって聞いた。そうなのですか。2月のバレンタインが告白イベントでは。それ女の子が告白する日でしょ？っていうか定番？相手に言わすのはダメ。僕が告白することに意味があるから。告られたら僕がどれだけ愛しているか伝えるタイミングがないし。わかるよその気持ち。そこなら女の子に言わしちゃダメだよ。わかった、俺全面的に協力する。イベント時期じゃないとダメなの？相手の誕生日とかもありだと思うよ。一番は気持ちだからさ、すぐ告っちゃえばいいよ。例えばこの後すぐとか。善逸くん、それはあまり賛同できませんよ。告白は思い出にもなりますし、シチュエーションは大事かと。校長さん、やはりシチュエーションは大事なんだね。一般論的にそう思う方が大多数だと思いますよ。僕も同じだから、イルミネーションを背景に告白しようと思う。どうかな。冬の夜は至る所でイルミネーション見かけるよね。あれが始まると冬が来たって思うよ。でもさ、それとクリスマスは関係なくない？どうして？だって恋人がイチャイチャする人も聞いたよ。気持ちはわかるよ。綺麗なイルミネーションに神秘的なクリスマスの勝手なイメージ、テンション上がるよね。俺も禰豆子ちゃんとしたいもん。だけどさ。何？言いたいことは言ってよ。絶対に失敗はしたくないから。じゃあ言っちゃうけどさ、クリスマスってさ、キリストのミサって意味なんだよね。つまりそれ系の人たちが集まってるミサの最中で告るってこと。公衆の面前で告るってこと。ちなみにキリストは名前じゃないし、12月25日に生まれたわけでもないからね。横文字って難しいね。知らなかったよ、そういう意味があるだなんて。どうして恋人たちが告ったりイチャイチャする日になったんだろう。慣れない横文字文化に乗っかろうとしないでさ、イルミネーションなら大晦日もありじゃない？カウントダウンとかさ。素敵ですね。そのまま初詣とかも良いかもしれませんね。普段と違う装いなんてキュンとしますよね。カウントダウンも大晦日も人いっぱいだよね。初詣もクリスマスより恥ずかしい告白じゃない？大事な記念日を台無しにしたくない。だとすれば施設の貸し切りとかでしょうか。遊園地とか。遊園地いいですね、しのぶさん。遊園地って楽しいの？好きな人と行く遊園地が楽しくないわけないでしょ。そうなんだ、候補に入れとく。貸し切りってどれくらい？ググったら数十万から数百万だって。無理。高価だからいいというわけではないですし、相手の好みもありますから。どなたです？
と聞いても。それ俺も知りたい。そうだね、相談に乗ってもらっているからここだけってことで。炭治郎だよ。ダメだ。富岡さん、フリーズ状態じゃなかったのですね。この人全く動いてなかったよね。この人が呼ばれて意味まだわかんないよ。好きなの？炭治郎のこと。ライバルだね。負ける気はしないけど。ライバル？なぜ？意味がわからない。ごまかすの？俺は炭治郎を大事に思っている。その炭治郎をハレンチな領域に引き込むな。ハレンチ？恋人になりたいって気持ちが？古い考えだね。この気持ちは誰にも止められないよ。炭治郎をかけて勝負する？勝負って決闘ってこと？柱同士の決闘ってやばくない？お取り込み中のところ悪いんだけどさ。何？なんだ？いるんだよね、本人。最初から隣でこのライン見てるのよ。最初から？僕の気持ちも？誠一くん、そういうことは初めに言わなくては。看病中だったの俺。まさか告る相手が炭治郎とは思わなくてさ。そういう事情なら仕方ありませんね。後で私が往診に伺いますね。炭治郎病気なの？僕が行くよ校長さん。待った！その前に炭治郎の気持ちを代弁させて。なんで俺が？それは大事だな。分別ある炭治郎の気持ちなど改めて聞く必要もないが、読んで。覚悟決まったから。ドキトー君、気持ち嬉しかった。ありがとう。理由さん、いつも気にかけてくれてありがとう。俺、まっすぐに気持ち伝えられて嬉しい。そしてごめんなさい、義勇さん。俺、時藤くんの気持ちに応えたい。これからもよろしくお願いします。ってことで、何だったんだよ俺たちは。この時間は何だったんだ。両思いだったってことですね。お幸せに。私は落ちますね。何だったんだこの話し合いは。炭治郎の気持ちを優先させる。だが交際を全面的に許すつもりはない。炭治郎、嬉しいよ。ありがとう。大事にするから。校長さんのところに寄ってそっちに向かうね。待ってて。炭治郎の看病、恋人あるあるネタを早速体験できる。幸せだな僕。待て待て、勝手に落ちるな。俺は呼んでないからな。勝手に俺んちに来るんじゃねえよ。ねえ聞いて、聞いてる？お前ら聞け。それから。そして時が過ぎ、薬を持ってやってきた武一郎を門前払いする善逸でしたが、禰豆子に諭され、武一郎を部屋に招き入れることに。気を利かせた禰豆子が善逸を外に連れ出し、武一郎は炭治郎と二人っきりに。武一郎は慨々しく看病をし、炭治郎との親密度が急上昇したのでした。